健次郎さん、よろしくお願いします。お久しぶりということで、まあ、でも、はい、そんなにご無沙汰でもないですよね。そうですね、はいはい、いやなんか今日コウさんが真っ黒でなんか白のネクタイなのが、はい、いつものこう黄色い服とかじゃない。あ、ありがとうございます、いじっていただいてありがとうございます。いや、ケンさんおしゃれですよ、その靴、これ、ええなぁ。カバンもおしゃれやし、もう僕、仕事からすごい人のことチェックするの好きで、はい、もうやらしい仕事してるんで、はい、いえ。あの、ケンさん、はい、それはそうとね、ちょっと今日お聞きしたかったのは、はい、プライベートは普段何されてるんですかね。そうですね、まあはい、ちょうどね、まあ、コロナ禍になってから、はいはい、まあ、結構ね、買い物してね、はい、家で料理とか作ったりします。そっか、はい、そっか、はい、それはめちゃモテますね。いやいや、そんなことないです。いやいや、僕もモテるから料理覚えようか思ったけど、はい、結構手間ですよね。手間です、はい、確かに。でもね、はい、なんか自分で作ったものって、はい、なんかこう買ってきたものに比べて、はい、なんとなく美味しく感じる。なるほど。得意料理は何が。そうですね、得意料理というか、はい、僕ね結構なんですかね、はい、もらったんですけど、はい、圧力鍋、はいはいはい、電気圧力鍋もらいまして、はいはい、でそれでこう圧力をかけて作る、まあ、煮込み料理、はい、そうなんです。こういうのがね、はい、好きでよく作ったりしますけど、かっこいい。ねえ、すごいですね。途中乱入、乱入、はい、乱入、はい、ね、はい、おまりさん、ちゃんと映ってこっち、こっち、もうちょっとこっちへ、はい、もうちょっとこっちへ、はい、もうちょっとアグリスタムですとか言って、アホなこといいな。マリです、あ、よろしくお願いします。まりさん映ってない、もうちょっとだけ近い、はい、はい、ヤマハのウクレレでちょっとご一緒してて、高橋さんとかでいらっしゃるんですけど、はい、その方が健次郎さんとさんで、はい、お母さんと歌を振り返されてるんですけど、はい、もうすごく大好きだとおっしゃってました。そのことを伝えみたいな。そう、そのことをお伝えしたくて、はい、その方が帰ってください。いやいや、っていうか今度の作詞作曲も僕大好きな先生で、あ、そうですか、もう絶対練習して覚えようと思って、はい、でも難しそうですね。そうなんですよ、実はね、まあ、今回の、はい、10年前に、はい、実は口約束っていう曲を、はい、まあ、同じ先生方に作っていただいたんですけども、それからまあ10年越しに、はい、今回口下手という、あ、なんとなく口シリーズ第2弾みたいな。第2弾、でもなんかめっちゃ難しそうですね。あんな歌われんよな、マリさん。でもね、実はこれね、はい、2つ意見がありまして、はい、確かに今お母さんが言われたように難しいっていうのはあるんですよ、はい、でこれはなぜかというと、やっぱりこうちょっとした語り歌になっているので、はいはいはい、そこが難しいんです、はい、でただ実はね、今回杉本先生の方が先にメロディーを作って、はい、滝野先生の方が後から詩を載せたというメロ線なんですね、はい、で、その分ですね、メロディーの繰り返しというのが結構多いんで、はい、同じパターンの繰り返しがあるから、はい、メロディー自体は比較的覚えやすいっていうのはあるんですよ。なるほど。ちょっと反してるところあるんですけども。なるほど。だから、これはね、僕がまあ言うのは なんですけど、いや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 、まあ、気持ちをなんとなくこう前に出して1番は歌ってもらって、はい、2番からはリズムに乗っかって歌ってもらえたら、なるほど、今度の1番がね、後ろの音楽が小さいんですね。なるほど。そう、それで2番からは後ろの音楽が大きくなるので、なるほど、まあ、そのリズムに乗ればいいんです。なるほど。1番はね、やっぱりこう自分の気持ちを前に出すような感じで歌ってもらうとすごくいい。なるほど、ありがとうございます。まあ、続きは演歌ジャックスのゲストトークでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。